駅や空港、学校など多くの場所に設置されているこちらの機器、そう、AED。 心停止の際、電気ショックを与え人命を救うためのもので、医療従事者でなくても使用が可能です。しかし、そんな AED をめぐり、とあるツイートが物議に。投稿者は、駅の階段で女性が倒れた際、慌てて AED を取りに行ったそう。結果的には使用せずに事なきを得たとのことなのですが、その後、駅名でエゴサしたら、当人が危うく AED やられそうになったって言ってて気分悪かった。私は二度と同じ状況で AED を取りに行ったりはしないだろう。実は、日本 AED 財団によると、倒れる瞬間を目撃された心停止のうち、 AED が使われたのはわずか 4.2% とのこと。その要因の一つと見られるのは、服を脱がせる必要があるし、女性への使用は躊躇する。セクハラ扱いされないかって不安はある。女性への使用をためらう声です。実際、 AED を扱う企業の調査では、倒れているのが女性だった場合、服を脱がせることに抵抗がある、またはできない、したくないと答えた人が半数以上に上っています。とはいえ、命を救うためには重要な行動ということで、 AED の必要性、そして救助することへの心理的不安を考えます。はい、りゅうちぇるさん、いかがですか？いや、それこそエゴサで見つけた女性のツイート、うん、はい、これはやっぱり生きているからこそ今ツイートできるし、うん、そうですよね、好きなこと言えるけど、やっぱり生死がさまよってる中で、女性だからとして、まあ、躊躇する、する、してしまう、まあ、急にね倒れてるところ見たら、わあでも女性だって思ってしまう気持ちは分かるんですけど、でも命の問題ですから、そこはやっぱり AED を使うべきだし、はい、じゃあもし AED を使わずに躊躇して亡くなられた時に、亡くなられた時のご遺族の方に何て説明するんですかっていう、あ、女性だったからちょっと躊躇してしまいましたって言ったら、ご家族のことは、はあですよ。やっぱりそこは、あの、生死についてのまあね、あの話ですし、命ですので、はい、そこはやっぱり AED 使うべきなんじゃないかなって僕は思いますね。ではゲストをご紹介いたします。救命指導のインストラクターで株式会社アドライフの代表でいらっしゃいます大山達人さんです。大山さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。大山さん自身が4年前、はい、AED によって助かった経験をお持ちだというふうに聞いたんですけど、はい、そうです。どういう場面だったんですか？2018年の10月なんですが、ハーフマラソンの大会に参加してまして、もともと持病とかはなかったんですが、突然の心停止を起こしてしまいまして、倒れてしまったという形になります。で、周囲の、救命な、救助によってですね、AED 使っていただいて、蘇生したという経験がございます。大会だったので AED が用意されてたという。そうですね、素早くかけてつけてくれ、ね、はい、はい、それでもなおという言い方もなんですけど、3日後に意識が戻ったくらいということで、はい、遅れてたら大変なことだったんじゃないかっていう。そうですね、大体 AED を使われるまで私15分ぐらいかかったというふうに言われていてですね、はい、お医者さんから言わせると結構奇跡的に生き返ったと。そうですね、そういう形です。で、あと数分遅れていたら多分私は今ここにいないかなという状況ですね。はい、今画面に出てますけども、とにかくやっぱり10分以内をめどに何とかしたいということですよね。著しく生存率が下がっていきますと。で、救急隊が駆けつけるのが、これには書いてませんけど、十数分後からなんですよね。十数分後から18分ぐらいまでのところが救急隊対応が一般的に、そこから先がお医者さんと。でも、もうお医者さんのところに行ったらもうかなり低くなってるということで、その10分までのところで AED で、つまり市民が対応すると、その場に居合わせた人でどこまで救えるかという話になってくるということなんですけども、もしあった場合に本当に使えるのかということで、実際に使い方を教えていただきたいんですけども、どういった形になりますか？わかりました、じゃあ今日は倒れている人が発見したというところでですね、進めていきたいと思います。ちょっと今手元に AED を置いてるんですが、後からですね来たという想定でちょっといきたいと思います。
まず倒れている人を発見した時にですね、すぐこう駆け寄りたいという気持ちは非常にわかるんですが、まずは周囲の安全を確認をした上で近づくようにしてください。周囲の安全確認よし。倒れた人に近づいて、反応の確認をします。肩叩きながらですね、顔あたりを見ながら、反応があるかというのを見ます。わかりますか、大丈夫ですか、わかりますか。反応がありません。そうしたらですね、助けを呼んでください。誰か来てください。人が倒れてます。というふうに声かけてですね、来てくれた人に119番通報と AED 持ってきてくださいというふうに伝えてください。で次にですね、呼吸があるかというところを確認します。胸からお腹にかけて、だいたい10秒ぐらい見てですね、この上がり下がりがあるかということを見ていきます。今日マネキンなんで、上がり下がりはないんですが、斜めから見るような形でですね、10秒ぐらい見ます。で呼吸がないというふうに判断をしたらですね、心停止というふうに判断をして、次胸骨圧迫という、外部から胸を押してあげる作業をしていきます。胸が約5センチぐらい沈む程度の強さで1分間に100回から120回ぐらいのテンポで行います。できれば人工呼吸も組み合わせてやればいいんですが、今回ちょっと省略いたします。で、そうこうしている間に AED が届いたということで、AED の使い方やってみたいと思います。AED 届いたらですね、まず蓋を開けて電源を入れていただくということをしていただきます。で、電源入りますと AED から音声ガイダンス流れますので、そのガイダンスの指示に従うような形でお願いいたします。意識と呼吸確認してくださいと言ってさっきやしました。胸を裸にして AED の蓋から四角い袋を取り出してください。袋を脱がせます。袋を破いてパッドを取り出してください。このパッドを取り出してと言ってます。パッドを青いシートから剥がして布のように右胸と左脇腹に貼ってください。このような形で、AED パッドが入ってますので、パッドを青いシートから剥がして布のように右胸と左脇腹に貼ってください。この図の通りに貼ります。パッドを青いシートから剥がして図のように右胸と左脇腹に貼ってください。これ貼り終えるまでずっと同じことを言うので、落ち着いてですね、貼り終えしてください。パッドを青いシートから剥がして図のように右胸と左脇腹に貼ってください。体に触らないでください。心電図を調べています。体に触らないでください。電気ショックが必要です。充電しています。体から離れてください。点滅ボタンをしっかりと、誰も触れてないというところを確認した上で、電気ショックのボタンを押します。電気ショックを行いました。体に触っても大丈夫です。直ちに胸骨圧迫と人工呼吸を始めてください。先ほどの胸骨圧迫に戻ります。このような形で、一連の流れでですね、球体に引き継ぐまでこの作業を繰り返し繰り返し行うという形になります。人工呼吸を続けてください。はい、ありがとうございます。なるほど。ちょっとまず心停止の判断が難しいですね。そうですね。非常に実は簡単でして、先ほどのあった、まず反応の確認というものをしてですね、大丈夫ですかって声かけた時に、多分表情とかでですね、ピクピク動いたりとかっていうのが普通の人だとあると思います。そういったものがなくてですね、ダラーンとしているようであれば、反応がないというふうに判断します。あと人工マッサージをしてからでないと AED 使っちゃいけないんですか。ですね、手元にあった場合はもうすぐ使ってしまって構いません。来ないつなぎとしてつなぎとして、そうですね、最初からあればもうすぐ使うということでも、大事なのはパッと貼ってみて必要かどうか判断してくれるんですよね。そうですね、AED 自体が、心電図を解析した結果、電気ショックが必要であれば電気ショックのボタンを押してくださいと、必要でなければ電気ショックは不要ですというアナウンスが流れますので、その場合はまた胸骨圧迫というものに戻っていただくような形になります。なるほど。あとこの後の話にもつながると思うんですけど、その服を脱がすっていうのはどこまで脱がせたらいいんですか。そうですね、パッドが貼れれば、全部脱がす必要は基本的にないです。なんか例えばその女性の方でじゃあブラジャーつけてましたとかの場合であれば、こことここに貼れれば大丈夫ってことですもんね。ありがとうございます。今絵にあるような形でも大丈夫ということですね。いずれにしても何かシャツの上からとかはダメなんですね。素肌に直接と。そうです、直接貼っていただく必要があります。
あのネックレスですとか、まあ、ブラジャーとかそういったものが、まあ、挟まらない。挟まらない。ちょっと火傷とかになっちゃうんですね。そうですね、はい。まあ、その上でということになりますけれどもね、先ほどありましたように、まあ、AED、まあ、されないでよかったみたいなこう発言が、ね、あって、それで、まあ、今後、まあ、やりたくないなと思う人も出てきたりしているような状況があるわけですけども、宇佐美さんどうですか。いや、すごく言いづらいんですけど、うん、私だったら、まあ、まあ、男性だったらやるかなっていうので、女性だったら、まあ、周りに女性がいたら女性がやってくれっていうので、それでいいと思います。まあ、しばらく様子見て誰もいなかったらどうしようかなって考えるっていうとこかなと思います。ごみちゃんどうですか。いやでもそうですね、まあ、宇佐美さんがあのさっきこう正直にお話ししてくださったように、やっぱりこう男性が、まあ、そもそもこう部活にまあ女性に近づけないとかこう触れてしまうと、まあ何かこう自分の立場とか身に危険があるかもしれないっていう空気自体が本当は良くないものです。それ自体がこう変わるべきだって前提はすごく私自身思っていて、でもなんかその上でこうなんていうんですかね、そのセクハラだと疑われた場合にこうたと、まあ、仮に疑われたとしてもこう基本的にはじゃあ民法ではこれは多分裁けないと思っていて、で、まあ、じゃあ社会的にどうなのかって時に、その社会的にもその会社内でのセクハラとかだった場合、その会社内で何かが問題が起きてってこともあると思うんですけど、この公共の場で起きたことを多分誰も否定できないと思うんですね。だから なんだかんだリスクとしては私はこうフラットに考えても低いんじゃないかなって気はしちゃうので、まあ、今抱えているその刑事事件でもその AED 使用で逮捕とかはないってところで、まあ、本当にその多分セクハラとして行くメリットもないわけですよ。そのお金が取るわけでもないと思うので、だからなんか本当にそこはこうフラットに考えて、もうとにかく時間勝負でこう対応していただきたいなって思っちゃう部分はありますね。これは本当に言いにくいことだけれども、うん、セクハラとか痴漢の疑いを持たれた時点で社会的にほぼあの終わるというかですね、うん、人の命を救う一方で自分の、まあ、ある意味では社会的命を失うリスクがあることの重みっていうのは分かってほしくて、結局だから女性がいたら女性にやってほしいけども、それでもあなたがやってくださいって女性に言われたらやりますけど、そうでない限りは自分からは手を出せないっていうのはすごく大事で、結局は心停止になって10分でもう助からない可能性が高いんだよと。で、心臓突然死は年間8万人いて、これは1日200人だと、7分に一遍起きててごくごく身近に頻繁に起きていることで、自分がそうだった時に AED なかったら死ぬんだよっていうね、リューチェルさん言ったみたいな話がきちっと分かってる前提でないと、これはいくら言っても伝わらないっていうのは私もそう思う。だから宇佐美さんは本当に言いにくいことを言ってくださってるけど、やっぱり綺麗事じゃなくてベースに受け入れるものがないと手を出した方が 損でしかないというか、リスクでしかないっていう、いやいや、なんかすごい論点がずれてるっていうか、そうですか。いや、 AED はその後々に先ほどあった訴訟リスクの話がありましたけれども、 AED のデータがきちんとそこで作動して、この人はこれは訴訟リスクの話をしていないんですよ。いやいや、違う、そんな不安を持つ必要がないですよ。そんなことないです。疑われた時点で綺麗事すぎますよ。AED が記録してても、もし貼った時に記録が残ってなかったら心停止じゃなかったじゃないですかって訴えられるじゃないですか。残ってるんです。だから心停止であったなかったにして、どっちにしても訴えられる可能性はあるじゃないですか。でもそれでも自分が倒れてたら、そう、倒れてるんですよ、はい、で AED を持ってきてるっていう行動をしてるんですよ、だからそのすごくその一部の大きな不安に対してそこがあるから、じゃあ、うん、やれないって話でもないじゃないですか。だから補足したいって言ってる。ちゃんと AED のことが普及されて、こういう知識が広がって、今圧倒的にまだまだ AED って財団で、ね、発信してても理解が少ないんですよ、足りないと。だから理解ができてからじゃないと手を出せないよねって。一番手前まで戻すと、 AED はものすごく効果があって、そして心停止で倒れた時にはとにかく時間が大事だってことがまずきちんと伝わってれば、こんな議論をしなくていいと。ところが入り口で言ってるのは、その女性が AED を危うくされそうになったと、それは痴漢的だ、そのセクハラ的だっていうツイートをしてるから、とこれは手を出さない方がいいよねと。だから理解ができてからようやく男性は堂々とできると、堂々と人助けができると。そうでない限りは自分のリスクを、まあ、負うだけになってしまうよねということだから、まず理解をきっちりさせないといけないよねって言ってる。そのツイートが本当に良くなかったと思うんですよ。良くなかったと思う。だけどそもそも女性じゃない可能性です。あるわけですか。作り話かもしれないけれども、でもなくもないでしょっていうことだと思うんです。だって
知られてないですよね。7分に1人が倒れてますとか、そうなんです。だから AED がこんなに効き目があると、先ほど言ってるように、うん、今語るべきはどうやって知らせるべきなのかって話をしませんかっていうのが僕からの提案で、じゃないとこの時間がすごくもったいないっていうか、まあ、結局怖いね、やんないねの着地になっちゃうから、宇佐美さんが言ってくださらなかったら非常になんかいい話だけしてますみたいになっちゃって、だけど結局男性は本音のところでは手を出せないよねってなるよねっていうことをおっしゃってくださったんで、これは一人で戦うわけにもいかないと思って私も援軍やってるんですけど、小山さんここはどう思われますか。そうです、まあ、ご自身が、まあ、社会的な面も含めて、あとはメンタルの面も含めてできないと思うんであれば無理してやる必要は個人的にはないと思いますですね。で、まあ、男性側からして、どうしてもこう、ごめんなさい、守る方法として私が常に思ってるのは、倒れた人を見つけた、じゃあ AED だっていう風になるのは非常に危険だなと思っています。そうですね。で、倒れた人に、すぐ胸をはだけようとするからセクハラだと疑われるわけですね。私先ほど手順でですね、まあ、一応反応の確認とか呼吸の確認とかをして、でその後に胸骨圧迫という、まあ、胸を押す動作をしました。それがですね、まあ、約胸を5センチ押す、胸を5センチ強く押すという動作でして、まあ、これ普通に寝てる人にやったらもうやめてくれってこう手を跳ねのけられるぐらいすごい痛いものになるんで、まあ、肋骨とか折れたりするぐらいのものなんですけども、まあ、それをやっても倒れてる人がぐったりしたままだということだったらもうこれは AED を使う状態だよねということで、まあ、その時にようやく AED を取り出して服を脱がせてパッドを貼る、そうすればまあ冤罪とかっていう話じゃないかなと、もう周りに見てる人も明らかにぐったりしてって、この人やばいよねって思ってる時にですね、あなたセクハラじゃないですかって言ったら、まあその人がおかしいですね、どう考えても。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。